今日はこの教育用レゴマインドストーム EV3O で Python のプログラムを動かすのを試してみたいと思います通常はですねレゴマインドストームソフトウェアという GUI ですねブロックをマウスでドラッグアンドドロップをして貼り付けてコネクタマウスでコネクタ同士を接続をして プロパティ値を設定するという GUI 形式のプログラミングができるんですけれども Python のプログラムを動かすことができる、えー、ということがホームページに載っていたので試したいと思います、まあ、通常はこちら電源を入れるとその MindStorm ソフトウェアが動く、えー、OS ですね LinuxOS が起動するんですけれどもこのようにですね SD カードにその、えー パイソンの動く用の OS をえ書き込んでえこちらの SD カードのスロットですねに差し込むとこの SD カードから起動しますえそしてパイソンのプログラムがえ動くようになりますえではちょっと早速試してみたいと思いますこちらが EV3 用マイクロパイソンの全体のイメージ図になります 左側がパソコンで右側が先ほど見せた EV3 のインテリジェントブロックになりますパソコンの方なんですけれどもパソコンの方にはマイクロソフトの Visual Studio c o というソースコードエディターですね開発環境をインストールしますそしてその開発環境に EV3 用のマイクロパ Python 拡張機能というのがあるんですけれどもそれをインストールします そこ上で、えー、Python スクリプトをコーディングをしまして、で USB 接続をします。えー、USB 接続、えー、パソコン側はタイプ A ですね。でインテリジェントブロック側は、えー、ミニ USB のタイプ B というのになりますけれども、USB で接続して、えー、Python のスクリプトをコピーします。 そしてですね、インテリジェントブロック側は、これ SD カードちょっというイメージでかすぎますけれども、これ、の黒い部分がマイクロ SD カードになります。SD カード上にマイクロパーソンツールというのを書き込んで、その下でその Python スクリプトを動かすというような構成になっております。こちらが EV3 による Python プログラミングのページになります。 こちらにですねざっと手順と書いてあるありますので、基本的にはこの手順に沿って実行していきます。そして2つダウンロードするものがあるんですけれども、1つ目はこちらですね。これはあのドキュメントになります。手順を含むドキュメントが、えー、書いてある PDF ファイルをダウンロードできます。そしてこちらがですね先ほど言ったあの SD カードに書き込むイメージファイルですね、実形式のイメージファイルをこちらでダウンロードすることになります。 でではですね最初にまずそのビジュアルスタジオコードパソコン側で動かすマイクロソフトのビジュアルスタジオコードをダウンロードしていくダウンロードインストールしていくんですけれどもこちらのページですねこちらのページでダウンロードすることができます Windows 版と Mac 版といろいろありますけれども自分の場合は Windows 10なのでの 64bit 版をダウンロードしてインストールをしていきます こちらがビジュアルスタジオコードになりますそしてですね、えー、とここの、えー、今ファイルが開いてます、エクスプローラーが開いてますけれども、この拡張機能ですね、上から5つ目の拡張機能を選択をして、えー、ここで、まあ、今書いてあります EV3 のマイクロ Python というので、えー、検索します。でもすでにインストールされてしまっているので、この一番上に出てるのの、えー、インストールアイコンが出ないんですけれども、まあインストール最初はここの こちらのようにインストールアイイコンンが出ます。そしてインストールをすると、このようにですね、l e g o ンドストーム、m e v 3マイ c ロ o p y t h o n の拡張機能がインストールします。もうまあインストールされているので、アンインストールボタンしか押せませんけれども、そしてこの左側のメニューのところにですね、新しいアイコンが追加されます。これですね、こちらのアイコンが追加されることになります。Visual Studio Code 側の初期設定はとりあえず以上になります。 では先ほどの画面に戻ってですね、SD カード用の、えー、こちらですね、EV3 マイクロ Python マイクロ SD カードイメージをダウンロードしてくださいをクリックをして、 ダウンロードファイルをダウンロードします ZIP 形式ですけれども、これはそのままの ZIP 形式のままで用意です。そしてその ZIP 形式のファイルをですね、SD カードにコピーをするんですけれども、これもどんなソフトでもいいんですけれども、まあ、この手順書の中では、エッチャーというソフトを推奨していました。えー、ですので、こちらですね、こちらにアクセスをして、エッチャー、このダウンロードフォーウィンドウズボタンを押して、エッチャーソフト、エッチャーをインストールします。 こちらがエッチャーになります。セレクトイメージボタンを押して先ほどダウンロードしたイメージファイルですね、を選択をします。えー、そしてですね、えー、っとここのまあチェンジ、まあ、書き込み先ドライブですね、今 i イドライブが指定されてますけれども、えー、このままで良いので、これはこのままですね、まあ、書いたかった方のチェンジで変えます。そしてこのフラッシュボタンを押すと、イメージファイルが書き込まれます。 そうしたらですね、この書き込んだ SD カード、ZIP 形式で書き込んでますけれども、OS が起動できる形に展開されてますので,こちらです、ね、こちらの SD カードのところに差し込んで起動していきたいと思います。ちょっと起動には時間がかかります。 起動されててメニューが出てきました、えー、ちなみに、ですね起動中に何らかの原因で、えーとまあ、ハングしてしまったときはです、ね、この戻るボタンと真ん中のボタン、そして左のボタン、これを同時に押すんですけど、押す順番があります。この戻るボタンを押して、押しながら真ん中ボタンを押して、そして押しながら左ボタンを押すと。 えそうするとですね、まあえーまあ、Windows の Alt コントロール・デルみたいなものですね、えー、そうすると画面が一度白くなりますので、白くなったらこの戻るボタンを離すとで、スターティングという、えー、文字が出てきたら、この2つのボタンを離すということで、えー、まあ何らかの原因でハングしたときには、それで回避することができます。 ではですね、こちらのメニューの方を見ていきたいと思います。メニューはファイルブラウザ、デバイスブラウザ、ワイヤレスネットワークス、バッテリー、えー、とあとこのオープン、えー、ロ,ロベルタラボっていうんですかね、えー、そしてアバウトとあります、えー。上からですね、このファイルブラウザの中は、これはこの中のファイルブラウザですね。 ビジュアルスタジオコード上で作成したプログラムを、まあ、USB ケーブルでつないでるんですけど F5 で実行するとこちらにファイルがコピーされます、えー、そして2度目からはです、ね、このファイルを指定することによってこ,の、まあ、これは今、ジャイロボールのプログラムですけれども動かすことができるというふうになっております。 そして2つ目がこれがデバイスブラウザですね。えー、とまあ、ポートとセンサーズとモーターズといって、ポート図はすべてのポートの情報が、今ポート B には、これは M モーターですかね、M モーターがつながってますけれども、そのような情報が出ています。そしてですね、これがこれ、センサーですね、つながっているセンサー、ジャイロセンサーとカラーセンサーと 等がつながってますけれどもその辺の情報がこのつながってるセンサーの情報が出てきます。これはモーターズですね L モーター2つと M モーターがつながってますのでその情報が出てくるというふうになります。あとこれはワイルエラさんのネットワークスの設定ですけれどもえっ、ー、と上から BluetoothWi-FiWi-Fi はこれドングルが必要なので今設定してませんけれどもこのような情報が表示されます。 バッテリーですね。バッテリーの情報。これだと、この、これはですね、オープンロベルタラボというのは、これ今、ノッたウェイラブルで使うことができません。最後に、この、アバウトというのが、これが、あの、OS 等の情報ですね。が表示されます。そしてですね、この、戻るボタンを押すとですね、パワーオフ、リブート、キャンセルが選ぶことができます。終了したいときは、パワーオフですね。 とりあえずキャンセルにしておきますビジュアルスタジオコードの方で簡単なテストテストプログラムを作ってみたいと思います。このメニューの一番左下にですね、Lego ンドストーム AVC マイクロパ Python という先ほどインストールした拡張機能がありますので、これをクリックをして、クリエイター a New p r o j e というボタンを押しますと、新しいプロジェクトを作成することができます。 もうすでに作成実はしてますので、このファイルのエクスプローラーからですね、このジャイロアンダーバーテストというのを作りました。そしてこのメインのドットパイというのを開いてみますと、このようになファイルになっています。そしてですね、new プロジェクトで作ると、この12行目までは自動的にもう作成されます。必要なモーターだとか、えー、との必要なモジュールですね、の インポートの部分そしてこの14行目以降が今回テスト的に作ったプログラムになります。えっ、ー、と a バポートというところで。 に対してまポート A を指定して、ポートを作成したモーターを作成した後ですね、リセットアングル0で累積回転数をリセットした後、ランナーバーターゲットで、これが速度と目標角度と脱線走行するかしないかということと、目標角度までの待機ですね、このパラメータを指定して、モーター A モーターを動かします。 その後ですね、サウンドドットビープということで、500Hz で1000ミリ秒間、1秒間ですね、音量20でビープを鳴らすというようなプログラムになります。これがまあテストプログラムなんですけど、このテストプログラムを作った後ですね、えー、USB ケーブルでインテリジェントブロックと接続をして、F5 を実行するとプログラムが実行されるんですけれども、まずですね、このコネクト この e v 3デブデバイスブラウザということで、まだこれ今つながってませんので、まず先に USB ケーブルを接続したいと思います。続いてパソコンとインテリジェントブロックを USB ケーブルで接続します。パソコン側はこのようなタイプ A のケーブルになります。そしてインテリジェントブロッカーはこのえとタイプえっとミニ USB というやつですね、マイクロ USB ではなくて、ちょっと。 古い形状のミニ USB という形状になってまして、それをですね、こちらのパソコンの PC、この PC の部分ですね、この PC の部分に接続をします。で、反対側の方をパソコン、こちらですね、これをパソコンに接続します。ビジュアルスタジオコード側に戻ってですね、この EV3DEV デバイスブラウザー、c r i c k h r e TO CONNECT TO DEVISE、TO A d e v i c e を ククリックします。そうするとですね、このように探してくれてで、ね、EV3DevEthernet3 というのが今回の USB 接続したものになりますのでこれを選択します今これ黄色くなってますけれども実機に緑色になるのであこれですね緑色になったのでこれ接続完了ですねそしたらこのプログラムをこの l a n のスタートデバッキング、まあ、F5 キーでもいいんですけれどもで実行しますそうすると とですね、このファイルがコピーされますので2回目以降は先ほどのインテリジェントブロックのメニューの方から実行することができますでは実行してみたいと思います最初にビープ音が鳴ってですねこの A モーターこちらの車輪ですねこれが速度30で動いてまた最後にビープ音が鳴れば成功になります はい、えー、動いてますね。速度30ってちょっとゆっくりなので、いまいち分かりづらかったと思いますけれども、期待通りに動いたかと思います。以上です,ですね、マインドストームの、えー、マイクロパイソンをつくっ使ったプログラミングを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。